listening to Shibuya Cross FM. ジパングの七色小町。始まりました、ジパングです、はい。それでは早速メンバー紹介をします。はい、ジパングの末っ子ちゃんみーちゃんこと鈴木ゆみです。お願いいたします。ジパング高山まりこです。お願いします。はい、田沢奈々です。よろしくお願いします。今日いい天気ですね。いい天気、ね、じゃあ奈々さんの髪色が、あ、そう、ゆみかびっくりしてた、そうびっくりしたよね、私も昨日びっくりし た, りした昨日たまたまね、ちょっと行ってる美容院が一緒で、そう、一緒でたまたまね、なんか LINE の返事をして、で、うん、私なんかキャンセル、なかなか予約取れない美容院なんだけど、うんうん、キャンセルが出たからなんか行けることになって、昨日、うん、で今から行くんだみたいに言ったら、え、私もだよみたいなそうそう、私3時半からの予約で4時からの予約で、そう、ね、担当の人は別なんだけど、そう、違うんだけど、そうで、担当さんで回も違って、うん、で私1回、その担当さん1回で動いてる人で2回で動いてる人だったから、あ、分かんなかった、そう、見てさ、いないな、でもラップ巻いてる姿、あのカラー染めるときラップ巻かれるから、あ、ラップ巻いててさ、もし、いや、私ラップ巻かれたことないよ、え、カラー、嘘でしょ、ほんと、ラップ巻くんだけど、こうやって、へ、え、ラップ巻かない、うん、嘘、やり方違うのやり方違うと思う、人によって違うんじゃない、そうなの、うちラップ巻くんだけど、うん、そんないろいろやってるときにさ、隣にいたらどうしようとかちょっと思ったりもしてさでも私、そのななちゃんの担当さんは、うん、ここのフロアじゃないなっていうのはなんとなく分かってて、なんか美容師さん、結構有名な美容師さんが多いから、うん、こうやって周り見てるけど、うん、その見たことなかったから、あ、なるほど、ななちゃんの担当さんを、だから、あ、上にいるんだろうなと思ったから、そうそう、から担当の方が結構、あの、金髪で結構目立つんだよね、うんうん、へえ、私まりこちゃんの担当もなんか髪色とかいろいろやっぱり行ってる美容院の担当の人ってみんな派手だからさ、髪色がくるくる変わってどの人かが分からなかったの私は、そうそうそう、そうそう、それでね、なんかその話美容師さんにしたら、えーってびっくりしてたけど、でも受付は下だから、下の受付して来るじゃん、2階に行くじゃん、 だからその時に気づくかなと思って、私受付のすぐ横だったから、あ、そうなんだ、そう、全然分かんない、みんな、私も気づかなかったけど、みんな こっち側見たけど、左側は、でもみんな髪長いし、うん、確かに、あ、全然分かんないんだよね、やっぱり私階段の下にいた、よっぽどさ、金髪とかさ、ピンクとか、ド派手な、ね、派手な色してれば分かるんだけど、いたけど、そう、全然分からなくて、うん、っていう、その後あったら、そんなに黒くしたのみたいな、びっくりしたそう、そう、ま、なんかあの暗くするって思わなくて、あ、でも何したよ、あ、そうだっけ、暗くするよって、あ、そう、だから暗くするってこう、暗いっていうか、もう黒じゃん、黒とは思わなかった、なんかちょっとダークな赤とかにすんのかなって思ってたの、うん、そしたら黒だったからびっくりして言葉出なかった、そうそう、えって思ってそんな黒くしたんだみたいな、うん、そう、一回なんか髪がやっぱブリーチしてるからすぐ明るくなっちゃうんだよね、だから一旦黒入れて、その次また赤入れようかななんて、うん、一旦髪を落ち着かせたい、なんかもうキンキンになっちゃうのがすごい嫌で、わかる、やっぱブリーチってすごい最初は綺麗なんだけど、抜けた時が、うん、結構なんか抜けましたみたいな色が、なんていうの、それがなんか前もそうなんだけど、毎回その悩みになるんだよね、だから一旦トーン落として、で次正月入るじゃん、で一時行けないから、確かに暗くすると他方がさ、まだ生え際がわからないじゃん、と思って一旦黒くした、多分1週間後には抜けてるけどね、え、じゃあ次のラジオの時には、次のラジオはもうちょっと黄色っぽくなってんじゃない、多分と思うけど、ちょうど染めたてで会うことがないから、そうだね、8月も1回この色にしたんだよ、あ、そうだっけ、でも1週間後にちょうどグリーンに抜けてる時にマリコちゃんがいい色だねって言って、あ、じゃあこれから抜けるね、その1週間前結構ロックな感じだったんだけどと思いながらそういうね、全然わかんない、好きな美容室行って、まあ、その後ね、そう、ちょっとね、いろいろプラプラして帰ってきたんだよね、びっくりした、なんかユミの黒さとは違うよね、違う違うね、なんかそうだ、ね、並んだったけどぽい、そう、自然な黒だからさ、ユミはさ、そう、そうだね、っていうね、うん、で、なんかその今日お知らせがあって、そう、そう、12月25日、26か、日曜日、26亀戸のお祭りに出演することが決まりまして、はい、イエーイ、最後、今年最後のライブ、そう、そうだ、そう、すごい、すごい最後の方じゃない、うん、26もね、年末だよね、そう、うん、そう、それで結構和のグループが出るのかな、うん、和のグループも出るし、で、一部と二部があって、うん、両方出演するということで、時間帯が何時だったかな、12時前の午後、2部がだいたい
15時ぐらいかな、うん、だったと思うんですけど、うん、30分ステージありますので、うん、でちょっと1部と2部で、あのみんな結構野外って思ってる方がいるんだけど、お祭りだから、うん、室内でやるんだよね、うん、そうそう、でなんかそこで、まあ、梅屋敷みたいな感じなのかな、よくわかんないけど、うん、そういうところでライブ披露させていただくんだけど、チケット代が2500円、うん、なので、うん、両方行く方はもうそれぞれチケット代がいるので、うん、ってことをねちょっと言いたいなと思って、うん、チケット代いらないって思ってる方もいるから、うん、お祭りだから、お祭りだからね、野外なのってやっぱ聞かれちゃえ、うん、実は室内なんだよねみたいなだからもうライブとかを考えてもらって大丈夫だね。そうだね、普通のライブ、そうお祭りのなんか野外ステージじゃなくて、うん、普通の普段やってる箱でやってる、うん、ライブって思っていただければ、うんうんうん、って思いますので、それが最後のお祭り、あの26日のライブですね、なります。今年はそれで終わりかな、うん、まあ、クリスマスも終わってお正月に向けてっていう、そう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 、ね、でちょっと忍者なのでマスクもかぶってやるっていうことになったので、はい、ちょっと久々マスクをかぶります。いや超久しぶり。ちょっと忍びのダンスがね、こうちょっとバックで2人踊ったりしなきゃいけないので、うん、マスクここしか見えないから、うん、怪我しないようにしないと ね後ろ向きで、そうそうそう、多いから、移動が。そのマスクのことを、マスクかぶるんでしょって社長から来て、うん、あれ忘れてたみたいな、あ、かぶらないと思ってて、うん、多分メンバーもかぶらないって思ってる、思ってるそうだから久々にマスクかぶるから、うん、でダンスが変わったから、うん、でなんかうちほら忍びのダンスってこれがあるじゃん、うん、ですごいこれをさ、これやるんしようみたいな感じでマネージャーが、社長が言うから、うん、今これあんまないですね、ないないない、ショック受けてて、うん、でちょっとダンス見てないんだよね。あ、そっか、だからいつレッスンあるのと、うん、見に行きますって言われて、うん、これあもうなくなっちゃった、なんかねちょこっとしかないんだよ。そうだよね、もうほぼ、ね、前ほぼないよ、前しつこいくらいこれで走って、うん、これでステップ踏んでたんだけど、うん、今結構もうなんかもう踊りのなんかね、そうだね、そう前半と後半これがあったんだけど、なんか忍者感はないかもね、前より。あ、そうだから、一応手の動きとかが結構入ってダンスっぽくなった言ったんだよね。でそういえば見てないなと思って完成形を、一回でも見に来たことあるんだけど、最後まで完成してなかったから、多分その時、うん、なんか途中で終わってたよね。そうそう、だからちょっとね、なんか見てもらって、それは本番見てのお楽しみでって言ったらさ、はとか言われてなんで事務所のさ、社長がダッシーパークのダンス見れないのって言われたから確かにそうそうそう、だからちょっと前もって知りたいとなるほど、うん、でも急に帰ろって言われても、まあもう無理ですよみたいな、うん、ちょ先生にね、うん、してもらってる振り付けだからって言ったけど、ね、確認したいっていうふうに言われて、うんうんうん、そうそう、だからちょっとジパングのダンスも初めてね、うんうん、変わって披露するから、うん、お楽しみにっていうことで、うん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 、30分ステージないからね今まで。そうか、ジャパンエキスポ以来じゃない、4年前、3年前ぶりぐらい、もっと最初ジャパンエキスポタイかマレーシアに行った時以来じゃない、うんうん、そうかも、なかなかずっと15分とかだったからね、 それぐらい久々で、うん、ちょっとフルで、うん、やらせていただくので、うん、はい、ぜひね、なかなかないと思う、30分2回は、うん、そうだね、で物販もあるそうなので、うん、はい、チェキとかも取れるし、うん、っていうことで、うん、そうで、なんかちょっとこう合間があるから、ちょっとね、なんか1部と2部の間に合間があるから、ちょっと亀戸でなんかねご飯食べれたらなーなんて、そうね、思いながら、うん、なんかおすすめのお店があったら教えてほしい教えてほしいそうだね、うん、美味しいもの食べたいね、食べたい、なかなか私行くことがないからさ、亀戸は、うん、まずどこかも分かってないぐらいそうそう、亀戸っていうところが分かんなくて、うん、そうそう、だからねちょっと楽しみだなっていう、楽しみ楽しみ、うん、っていうことですね、来月、うん、なので、で予約がジパングドットファンで検索してもらえたら、そこから予約ができるので、ぜひ、うんうん、ね、そこから予約して、うん、あの入り口で名前言っていただければ、うん、チケットあの取ってありますので、はい、そこからお願いします、お願いします、はい、ジパングドットファンで検索してください、ね、はい、今年最後、今年最後で、なんかそう、今日なんか昨日マリコちゃんからさ LINE 来て、うん、なんだっけ、モハロさん、そう、私もちょっと覚えてないんだけど、モハロさん知ってるって言われて、なんかニュースに出ててみたいで、うん、昨日なんか見てなかったんだけど、ニュースにね、なんか私も最初から最後まで全部見てないんだけど、うん、なんかすごい叫んでて画面から、うん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 、で、うんと思って見たら、なんかそういうアーティストさんがいて、うん、歌わなくて、なんかもう文章を読むみたいな、感情的に、で、それで武道館ライブをするみたいな、すごくない？
歌わないんだよ。歌わないんだって。で、そうなんかすごいそのでも、そういうロックフェス、フジロックフェスとかにも出てて、あ、そんな、なんかその、あ、すごいね。そう出てて、で泣いてる人とかやっぱいて、お客さんで、そう、なんかファーストテイクってあるじゃん。それを私はちょっと見させてもらってさ、それが取り上げられてた。で一応あのギターの方が弾いてるんだけど、 それの音楽に合わせてセリフを乗せてるって感じなんだよね。そう、歌わないんだと思って、ね、なんかすごいびっくりして、そう衝撃だった。そうでそれをちょっと私はなんかちょっと今マリコちゃんからちょっとこういうのグループがいるって聞いてっつって、そう早速送ったんだよね。あのファーストテイクのしたらめっちゃいいね、新しい最高だとなんかすごい今までいない、やっぱなんかすごいねいいねって、うん、だからねテレビは見た方がいいんですよ。なんかそうやって言ってた、うん、情報が入ってくるからね、うん、なんか今話題のね、うんうん、だからちょっとねジパングもちょっとあのまあ前から言ってたんだけど、その頭忍びの頭とか戦の頭にちょっとこう、うん、あのセリフ練習しますって青山さんが、うちの社長がおセリフを入れるのかおそうなんかそういうね、なんかこういうでもそういうのってやっぱ世界観じゃん、うん、セリフって。そうだね、うん、なんかちょこちょこやっぱそういう下克上もそうだけど結構ね、なんだっけセリフ、うん、下克上の、うん、2人あるね。そうそう、なんだっけ、あ、ふざけんなオラ、あ、ふざけんなとか、なんだっけユミは、え、いざ出陣じゃ、あ、いざ出陣じゃとかさ、うん、あとユミの何様だよか、うん、何様だよとかさ、うん、やっぱそういうのでなんか見ちゃうよね。トップスターもね、あ、トップスターは一番いい、トップスターもあるし、いい響き一応ね。そう結構そのセリフがちょこちょこ下克上は入ってるので、うん、なんか新しいなって思いますね。新しいと思うよ、うん、だけ最初の出だしもさ、うん、お前ら必ず今に見てろとかさ、うん、やっぱその結構こうインパクト、あんまりちょっとね、言葉がちょっとあんまり良くないんだけど、うん、まあ、Adoさんのうっせーわとかもそうじゃん、うん、だからそういうなんかこうね、昔だったらこうないだろうなっていうことが、うん、今はそれがね合ってる、うん、それが普通に売れちゃって、うん、ね、爆弾にヒットするわけであってっていう、そういう時代になってるから、そのなんだっけ、ライブの時にこう喋るっていうのもまあ新しい時代なのかなみたいな。新しいね、うん、っていうのは思うね、うん、うんうん、っていう新しい、そう、なんか今年振り返ろうかなと思ったけど特にまだ早いんだよね。そうだね、次第3、ま、早いね、第3があるよ、うん、最後ね、うん、それで最後、今年最後のラジオになるので、うん、そうだからなと思って。そうだね、なんか最近ある、なんか最近か、でも私最近全然料理とかしてなくて、うん、へえ、そうなの。お弁当作ってたよね。お弁当も作ってないし、あ、もう作ってない相変わらず本は読んでる、ね、あ、本読んでるの、すごいね。同じ内容の本3冊読むの、うん、全く同じ内容の本を3冊読むっていうのにハマってる。え、どういうこと。なんか3冊いろんな種類買うってこと。3冊買うんだよね。そう、同じ内容なの。でもだからタイトルは一緒、うん、だから何々についてのこと、ざっくりした美容についてだったら美容を3冊買うってことなんだけど、内容も一緒なの。だから美容でも、例えば美容のメイクの仕方についてとか、うんうん、こういう風に見えるメイクの仕方についてっていう本があるとするじゃん、うん、したら全く同じ内容の本を、あ、書いてる人が違うのを、そこまで絞って3冊読むっていうのにハマってる。で、いろいろ考え方いろいろあるんだなみたいな。そう、ここは一緒なんだとか。そう見つけるんだ、それを。そう、すごいね、オタクだね、うん、ね、オタクなんだ。そこまでハマるってなかなかないよね。まあまあ、だからそれしかしてないのそれ以外何もしてないから。そうそうなんだよね、それしかしてない、うん、ユミは何かしてる。何もしない。何もしてない。結構でもどっか行ってるイメージだよね、ユミ。って感じ。最近行ってない。最近行ってない。だって大阪行ったのが最後だから、それ以外本当に先月か、大阪行ったの。ユニバね、ユニバ。そう、一番でもアクティブだよね、ユミね。うん、思う。そうだよね、行きたいなって思うけど。みーちゃんスノボ好きだから。え、そうなの。そう、スノボに行きたいんだけど、
行くの毎年だいたい2月とか1月くらいだからちょっとまだ。でもなんかさ、もしユミがスノボに行って怪我してさライブできなくなったらどうしようとか思っちゃうんだけど怖くてあるから骨折とかあるから、まあね、すごい心配だね。自分も行かないようにしてるし、それ怪我したら危ないじゃん。だからさ怖ーと思って怪我して帰ってきたら怪我して帰ってきたら確かに気をつけて、やっちゃだからありえるじゃ ん、 やっちゃだからそれの方が心配だよね。本当今一人でもかけたらさもう終わっちゃうからさ確かにだからもう風邪とかもう本当にインフルエンザとかでもだってインフルエンザなんて毎年もう本当にねすごい気をつけてるからね。めちゃくちゃ怖かったね。だいたいその1月がイベントが多かったから、うんうん、タイに行く。そうだね、だいたい冬になるとインフルエンザだもんね。そうだから12月下旬ぐらいからもう体調管理はもうすっごい気をつけてたからね、うんうん、で昔なんてマスクとかしてなかったからあ余計ね、なんかやっぱ映りやすいよね。映る人すぐ映るしさ、簡単に映るよねマスクしてないと。な気が風邪とか多分普通に映ると思う。普通に映ってたもんだって私、なんか結構インフルエンザもねなってたって言ってたからさ、なってたなってた。そう考えたらやっぱ予防をねちゃんとすると映んない ね。こんなにマスクと手洗いとかするうがいで。そう私だって風邪ひいてないからねここ2年ぐらい。でもなんかジパング始めてからは元気なイメージだよね。そう体調気をつけるようになってインフルエンザすごいかかってたっていうから、うん、ええー、と思って。そうジパング始めてかかってなくないみたいな。そうかかってない、なんか知らなかった、めちゃくちゃ体強いかと思ってたからあもう最強みたいな。私もしょっちゅう風邪ひいてたよ。ジパング始める前は、それが意外で。そうでもやるようになって活動風邪ひかなくなった。やっぱ気をつけてるからね。そうだよね、だってライブできなくなるからね。そうだよね、かけたらっていう責任感。あとやっぱね、やっぱこうメンバーが多い時は一人あってもいいけど、やっぱ歌を歌ってるパートとかあるとさ、そうね、そう大変、そこ誰が歌うってなるじゃん。なるなる、誰かがカバーしなきゃいけないしかもだって今だったら二人のステージってどんな感じなんだろうね。いや本当に想像つかないよね。一回見たい。メインパートナーの二人がどっちかが欠けた時が全部一人で歌うってこと。そう全部、そう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 、もうソログループ、ソログループ対バックダンサー一人みたいになっちゃうね。そうシュールだよねちょっと見たい奈々さんがひたすら一人で歌って頑張るみたいな。私の方ね、割り込んだパターン。私がダメになったパターンね下克上とか掛け合いが一人になるから、そう、ね、そうすごい。それこそなんか一人演技みたいになるんじゃない、下克上は一人語りみたいな。バカにされとかみたいになっちゃうしかないよね、もうね歌わないみたいな。しかないよね、歌うの結構きついからね。きつい。なんかそうだね。でも最初の時とか結構うちら自由にやってたからさ、あー好きなようにやってた ね。いついつ休みますみたいなね。そう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 、で一人が休むとやっぱ休んでいいんだみたいになって、こうやっぱりこうグループ自体がさ、みんな順番にどん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 ね。そうそうそう、でその空いたところを穴埋めするためにね、なんか振り付けダンスを変え、フォーメーション変えたりとか、今でも変えられないよ多分フォーメーション。変えられない変えられない、無理だね。今のダンスはもう3人のフォーメーションになってるから、そう明らかに欠けたなって分かる分かるよね。分かる。昔は結構2ステップとかが多くて簡単だったから全然大丈夫だったけど、今結構なフォーメーション変わるし、本当になんか3人のグループって感じになっちゃってるからね、もうね。そうだからやっぱでも人数多いと大変だね、やっぱそういうのも出てくるじゃん。大変、やっぱ足並み揃えるのがめちゃくちゃ大変だからさ。大変。そうだから向かってる方向がね違ったりね。そう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 、だから4人とか3人になってやっぱりさ休むことではなくなったよね。多分も5、6人、7人、8人ぐらいいた時は結構ちょこちょこかけてたから、確かに。やっぱそのベストの人数がやっぱ4人とかの方がやっぱり責任感、自分の中でのなんだろう、仕事に対しての責任感かけちゃダメだっていう、休んでもいいやとか思っちゃったりもさ、人数多いとってさ、なったりもする。それにうちらがさ、なんで休むのみたいになったりとかさ、なったりもしてたしね。してたね。ライブとか絶対かけたら周りに迷惑かけるじゃんみたいな、フォーメーション変えなきゃいけないしみたいな、そうっていうのは言ってたよね。言ってた。まあ、風とかな熱とかはしょうがないけどね、なんかそういうのは最初の頃はあったよね。あった。今は絶対ないけど、なんか最初こう
なんとなくで始めたグループだったから、うん、だからうちの社長もそうだけど、もうここまで続くと思ってなかったみたいな。まあね、うん、まあね、うちらだってどこまで続けるかも分かんなかったじゃん、うん、なんかあっという間に終わっちゃうかなって、そう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 、なんかあ4年かみたいな。でもなんとなくで来たよね、ここまで。なんとなくで、でなんでここまで続いてんだろうって話になるんで、うん、まあね、逆にね、うん、すごくないと思って、結構やっぱ解散とかさ、多いから、言われるんだよね、ジパングってすごいよねって、よく頑張ってるねって、結構メンバー抜けたりとか解散多い中、コロナ禍で特に、まあでもメンバーそうだね、変動はあったけどね、うん、まああったけどね、まあ安定はしたよね、まあ、後半そうだね、そうだね、だって結構もう最初の初期メンバーがいなくて入れ替わってるグループもあるんだよ。あ、そうだね、大体大体ね、そう、入れ替えね、入れ替えになって、一応グループはあるけども、メンバーだけが入れ替わる、卒業していくっていう、大体初期メンバーがいなくなって新メンバーだけでやっていくっていう、だけどうちらは名前はそのままだけどね、そうそうそう、うちらは新メンバー入っても初期メンバーが残るそう、脱落しない、なかなかしぶといよね、しぶといしぶといよね、しぶといよね、ほんとにね、すごいよねって言われるんだよね、まあすごいと思うけど、それは、うん、だから頑張ってよとも言われるし、うん、うん、なんかそうは簡単には解散しなそうだなっていう信頼もあるし、まあそうだね、それはあるんじゃない、なんかね、応援してる側からしたらすぐ解散とかなったらさ、やっぱ悲しいじゃん、悲しい悲しい、やっぱね、その子にね、チェキ取りに行ったら、だってもう二度と会えないんだもんね、そう、活動しない限りはね、芸能の活動しない限りは会える機会もないからさ、なんかあっけなく終わるじゃんね、しかもさ、その後何をやるとか言わずに去る人もいるもんそうそう、気になるみたいな、気になるよね、何やるんだろう、ね、何やるのみたいな、そうそう、めっちゃ気になるよね本当に気になるよねそうね、だからねそれをそこはねちゃんとね、そう、どういうふうに、まあね、一般に戻るのか、それとも普通にソロで活動していくのか言ってほしいよね、言ってほしいよね、ちょっと無責任すぎるなって思ったりするよね、たまにそういうツイート見ると、だからそういう意味では、あ、ジパングね、これね、4年ぐらい頑張ってるから、なんか頑張ってほしいなって、なんかそういうのでも応援する人も、下積みが長いとさ、確かにね、応援する人もさ、頑張ってみたいになりそうだよね、なりそうなりそう、なんか、だんだんなんかそういうのが なんかこうジパングもね、結構いろいろな方と出会ってきたからさ、そうだね、この4年で、そうだからね、なんかもうそう簡単には諦めたくなくなっちゃってるよてかなんかね、引き際もわからないまま、どうしようみたいなそう、なんかね、なんかさ、そうだからなんか情も入るんだよね、やっぱり応援してくれてる人に情が入る、なんか涙出てきちゃった泣かないで、なんていうの、なんだろうね、この気持ち、なんかでも申し訳ないもんね、そうだね、応援してくれてるのに、あとやっぱ夢は夢なんだから諦めちゃ簡単にダメだよってやっぱ言われたり、ここまで来たんだからもうちょっと頑張りなよとか、やっぱ励ましもあるし、でもまあいろいろ現実との葛藤もあるしでさ、やっぱいろいろ悩むけど、でもなんか諦めきれないみたいな感じだよね、まあ、特に地方から出てきてるから、よりそうだと思うしね、あ、確かにね、そうだね、だって帰んなきゃいけないかもしれないしさ、そう、もし宮崎帰るんだ時はもう夢を諦めてるってことだから、そうそうそう、私はまた宮崎行って戻ってくるってことはしないと思うんだよね、帰ったらもう終わりだと思ってて、なんかそれで、なんかそうだね、そうだから、なんかその諦めることは簡単だからね、簡単、すぐに辞めれるけど、本当に東京に仕事をしに来てるっていう感覚だから、なんか実家も違うし、なんかそれで変えちゃったら多分全部抜け殻のようにこう、ふわってなって、まあ、新しい人生だよね、そこから、そう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 、また別のね、そうなって、まあ、現実、なんか芸能的に夢っていうかさ、夢っていうかこうちょっとこうやっぱチヤホヤじゃないけどさ、ステージこういうメディアも出させてもらって、やっぱちょっと普通の生活と違いすぎるから、なんかね、違うね、なんかだから多分芸能諦めてもやっぱりあの時良かったなって、多分やめて気づく人もいると思うんだよね、あの時すごい自分キラキラしてたなとかさ、しかもああいうやっぱ海外とかのステージ立たせてもらったらさ、もう一生も思い出すよね思い出す、やみつきになるそう、あの感じ、あのステージ、あのお客さん、分かる、ああいうの経験するとなおさらさ、まあね、なんか
ね、やめ、うん、でもあれでも逆に言ったらあれで満足して辞める子もいるからね。あ、まあ確かにね、うん、っていう子もいたからね。なんか私これでお母さんになった時に自分の子供に海外でライブをやりましたって言えるって言って辞めてた子もいるからね。確かにね。そこはもう本当に確かに、うん、感覚の違い、その本人の意識、うん、意識だね、うん、でもっと上行きたいって私は思ったし、うん、うん、そこがそうだね。そう、違うね、だから人による。うん、ね、確かに、うん、まあ、思い出だったしっていうだけの人もいるしね。そう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 、そう、うん、でもね、上行きたいしね、もっとね、うちらね、うん、って思ってるから続いてるんだけど、うん、多分そういう人はどんどん多分やめていくしね、うん、だから4年も続いてるってことは、うん、そういう気持ちがあるってことだよね、うん、メンバーもね、うん、なんとなくの思い出でやってるだけじゃないってことをね、うん、伝わったらいいなって思いますね、うん、応援してくれてる方にも、うん、そうそう、なんか後悔させたくないよね。そうだね、うん、なんか何だったんだろう今までの時間とか思わせたくない。そうだねっていうね、うん、はい、でもそろそろお時間になりましたので、はい、次第3日曜日になります。そう、それが今年最後になるので第5もあるんじゃない？あ、それは1月、あ、そう、1月は第3、第5日曜になるので、はい、間違えないように間違えないでください。はい、次第3日曜日、はい、お会いしましょう。バイバイ、ジパングでした。こんにちは、レイタードラムのジュンと、ボーカル香織です。危なかった、ね、すごい反射しちゃってるね今日、はい、ということで、12月入りました、うん、はい、今年も最後の月になってまいりました。あ、そうですね、次回で今年は最後なのかな。あ、そうですね、はい。なんだそれ。最後までよろしくお願いします。ということで、今日もメッセージからいきたいと思います。ツイッターネームヒアンさん。あ、ヒアンちゃん、そう、今日はヒアンさん一番手でございます。あ、早かった。で、こんにちは、12月に入って、施設の高齢者さんとともに、イルミネーションを見に行ってきました。はい、北九州の、なんとかは、恋人たちの聖地です。なんで読めない、あれ読み仮名振ってないんだ、珍しい、振ってなかった。お、今ドキッとしちゃった。ヒアンちゃん多分あえて入れなかったんだろうね、はい、今回。本当ですか、ヒアンさん、うん、もう読めんだろっていう。いや、すいません、読めなかった。あの、気になってくれた方はあのレイターのツイッターを見ていただけると場所が書いてありますんで、なんて書いたの見せて、どうですか、この沈黙。あ、文字庫、うん、文字庫、文字庫、本当、新文字の、うん、門に、うん、司でしょ、うん、うん、文字庫、はい。でなかなか夜に出歩くことがない、施設の高齢者はいつもよりワクワクした感じがありました。お二人がワクワクすることは何ですか。かしこさん、ラルクのライブ以外でお答えくださいいただいております。あ、あります。あの、一回私、はい、ツイッターで、はい、まだ性別は判明してないんだけど、はい、男かな、男の子かな、女の子かな、名前は何にしようかなっていう意味深なツイートをして、はい、やはりこう反応があったんですよ、多少なりとも、はい、ついにみたいな、赤ちゃんかなみたいな、あ、はいはい、じゃなくて、はい、本当ワクワクしてることがあって、はい、うさぎを飼うことになりました。おめでとうございます
まだね、分かんないんだって、生後1ヶ月だと性別が。そうなの、生まれてても分からないんですか。分かんないみたい。だからまあどっちにも合うような名前にしようと思って、はい、今んとこ候補があの、うんうん、あのクラウザーっていう名前もいいなって。随分強そうじゃん。そう、あのなんだっけ、あの映画、はい、なんか聞いたことある。デトロイトメタルシティだ、はい、うん、あれのクラウザー様。はい、はい、そんな感じです。じゃあ、自宅に来ましたら、写真をアップしてください。アップします。もう絶対可愛い。でね、ヒアンさん毎回ね、写真をね送ってくれてまして、ツイッターから見れますんでね、随分綺麗な写真になっております。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、僕は、ワクワクすることなんでしょうね。なんだろう、もう最近もう子供ですね、僕は。だって可愛いもん。毎日なんかもう毎週どんどん成長するんで、うん、うん、なんかこう喋るよう、なんか日本語じゃないんですけど、なんかあの一生懸命喋るんですけど、それが日本語になってきた時ね、こうどういう性格になっていくのかなっていうのはすごいワクワクしてますね、やっぱ。あ、そうだね、うん、どういうね、こう性格なのかな。あ、もうなんか喋る？バイバイとか、うん、とか、なんかそういう口癖はしますね。嘘、はい、じゃあなんか植え付けたいね、三河弁植え付けたい。やめてください。じゃんねえじゃんねえって。やめてください。ということで、この辺りで、一曲挟みますか。はい、はい、では、曲紹介お願いします。レイターでオレンジな春。いただいているのはレイターでオレンジな春でございます。セカンドアルバムに入っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、ツイッターネーム、続いて、エリック小崎さん。あ、ザッキーザッキーね、ごめんよ、はい、星野源のスノーなんとかっていう歌があるんだけど、はい、あれの PV めちゃくちゃエリックさんだから、一回見てみてね、後で送る、ね。星野源さんがエリックさんに見えるってこと、うん、似てるってこと。エリックさんが星野源さんに見えるかな、うん、へー、だそうですよ。はい、はい。はい、こんにちは、エリックです。今年も残り1ヶ月を切りましたが、お二人はクリスマスの予定など決めているでしょうか。決まっていたら教えてくださいということでいただいております。クリスマスはね、仕事かな。どっちも。そうだったと思います。まだ何も決まってないです俺は。うちも、あ、うちあるわ、グレーのライブです。え、本当ですか。25日にダメ元で応募したら当たっちゃったから。うん、いいね。25日で、そのまま名古屋でね、お泊まりするの、うん、旦那さんと。本当。はい。羨ましいね、グレイのライブ。そう、ジロちゃん見てくるから。ヒアンさん、
メッセージいただきました。かしこさん天才、文字工です。そう、あ、これでも文字工って読むんだね。そう、文字じゃないの、文字なんだよね。続いて、エリックさんからもいただいております。かしこ氏のツイートを見ておめでたかと思って、何また難しいそうだ、さっきもなんか書いてくれたんだ、熱だじんな、まあどっかに行って、いやだ、熱田神宮ね、熱とは言ってるよこいつお守りを買おうと思って嘘、買ってないからお気にせずという、あ、ね、あ、今日もいっぱいメッセージありがとうございます、まあ、ありがとうございます。お時間来てしまいましたが、水川さん続きますんでね、熱た、はい、もっと漢字の勉強でも もうこのまま行こうかと思います。アホすぎでしょいいんだよ、どうせあなたちゃんと、ね、家庭も円満、ね、できてて、はい、ね、ちゃんと土台があるんだから、はい、はい、ということで、レイターこの辺でまたね、次回、今年最後になりますが、今年も最後までよろしくお願いいたします。はい、ということでレイターこの辺で、せーの、バイバイ、バイバイ、バイバイ。始まりました、水川みなみの言ってみーな。今回のゲストはなんと美男美女さんが来てくれてるんですけど、ちょっと自己紹介まずはるくんからお願いしてもよろしいでしょうか。はい、どうもこんにちは、はるです。イエーイ、27歳です、お願いします。若 い多分同級生ですね。そうですか、はい、お願いしますはい、あとはジムで働いてて、エラントライブっていうパーソナルジムでキックボクシングをやってます。はい、すごい、パーソナルですか。そうなんですよ、私も一回行ったことがあって、なんか友達とかも結構通ってもらってるんですけど、はい、暗闇でちょっとセクシーな感じですよね、うん、そうなんです。もう大人にもあった、もういい感じのジムに作り上げてます。しかもなんかいろいろ変な道具がたくさん端っこに置いてあってトランポリンとか、はい、なんか水が入った怪しい、ね、試験管のでかいバージョンみたいなのとか、はい、もういろいろ取り入れてますよね。そうなんです、変な道具をいっぱい揃えてましてもう大人が楽しめるようにやっぱりやらせていただいてるんでなるほど、はい、そうなってますね。もともとはるくんは私昔から行ってたキックボクシングで、はい、この人の接客すごいなと思ったら、まさかの人気が出すぎて、はい、ね、ちょっと病んで今があるみたいな感じらしいんですけど、はい、おかげさまでやらせていただいてますありがとうございます。あ、よろしくお願いします。で、次のこの美人な女性はなんと私の主催しているミスコンの1回目 初代準グランプリのあきこちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あきと申します。よろしくお願いします。現在は何されてるんですか。私は看護師をしています。ちょうど渋谷の病院で、今急遽で働いているんですけれども、まあ、去年ご縁があって、うん、あのミスビビアナジャパンに参加させてもらって、うん、まあ、すごい幸運にも準グランプリをいただいたっていう経緯で美奈ちゃんと知り合いました。本当にこんな綺麗な看護師さんいるんだと思って、夢のようですね私なんか入院とか出産とかするとき、ちょっとそんな病院選ぼうかな、はい、じゃあ早速予約でね、確かに本当、ね、うん、だって運ばれて、ね、こんな美女出てきたらびっくりしますよね。いや、もう勝手に治りますよね、はい、あ、そうですか、看護師で、ね、最近髪もバッサリ、ミスコンの時すごくそうなんです、ロングだったんですね。もうバッサリ1回短くしてみたくて、はい、
もう思い切って、うん、まあ、でも15センチずつ切って今これぐらいなんですけど、どうですか実際。いやめっちゃ楽ですね。でももう一回切りたくって、ね、そしたら気が済むかなって、もう5力あやめさんぐらい、あ、やってみたい、そんなベリーショートみたいなことはるくんぐらい、いや僕より多分短いですよね、本当、じゃあね、はい、なんか今日も質問が来てて、おー、ありがとうございます、ありがとうございます、聞きたいことがあるらしく、はい、ラジオネームミッキーさんから、皆さんこんにちは、毎月楽しく聞いています、もうすぐクリスマスですね、皆さんはサンタさんにプレゼントをお願いするとしたら何をお願いしますかっていうことなんですけど、はい、そもそももうサンタ、うん、いつまでお願いしてました、いや多分本当に小3とかですかね、はい、もうそれで終わり、もうなんか母親とあの父が2人とも普通にプレゼント渡すようになってたんで、あ、サンタはいないんだっていうのをそこで知って、はい、もう現実を見ました。それでも嬉しいですからね。そうなんですよね、はい、めっちゃ面白い、それからはもう毎回これが欲しいって言いましたね、はい、学校とかだったら小6までね、はい、あの信じてる子いますからね、うん、全然いますね、いますね、うん、ね、あ、僕だって言ってる、あ、早速いる、ね、なんかねだからなんかそういうの大体小学校でありますよね、いねえんだよ、お前のお母さんなんだよとか言って、うん、大体って、ね、大体友達がチクるんですけど、余計なこと言っちゃう子がいるんですね、うん、そうなんですよ、もう言わなければいいのね、信じてたのに、まあちょっとね、うちらの年前になって信じてたらちょっと、はい、ちょっと、まあ、結構早めにね、でも小さい頃だけ本当にいたって言ってる子はたまにいますよね、あ、いるなんか今でも、確かに、ね、そう信じておくよっていう多分優しさだと思うんですけど、いい、なんかそういうの聞いたことがありますけどね、うん、ちなみに何が欲しいんですか、僕リアルなこと言うんであれば、うん、今マットレスが欲しいんですよ、マットレス、僕今床で寝てるって言ったら語弊ですけど床で寝てあの僕トレーナーやってるんですけど床で寝てるっていうのは語弊ですけど、布団1枚で寝てるんですね、まあ引っ越ししたてっていうのもあるんですけど、あのマットレスもないんですね、だからカチカチなんですよ、でお客さんに、はい、マットレスですか、あの本当マットレスもなくて布団薄いニトリの、あ、ちょうどお隣のニトリの、はい、じゃあちょっとあの、はい、ね、愛ちゃんとか、はい、そういう人に、はい、クリスマスこれが欲しいなって、はい、URL 送ってみたらどうですかね、送っていいんですか早速いいんですか、誰かがサンタになって送ってくれるかもしれない、ね、あ、ですよね、ね、URL を送るというの、あ、いい方法かもしれない、 いいですね、トレーナーなのに ね、うん、LINE とかも LINE ギフトで欲しいものって書いてあったら、なんかそれを送ろうって思うんですよ、私もだからマットレスっていい、ね、もうなんか LINE のあの下のあれにも、はい、マットレスが欲しいとか、あ、メッセージのところクリスマスマットレス言霊にしまくるみたいな、はい、今日から言います、言っておくことが大事ね、誰かくれるかもしれない、そうですね、本当にくれそう、まあ、じゃあぜひマットレス余ってる方いたらはるくんにぜひお願いしますニトリで大丈夫です、はい、ちなみにあきちゃんは、私はクリスマスですよね、はい、でも本当にもらえるかは別として、本当にサンタさんにお願いするっていうレベルでいくと車ですね、結構サンタさんにお願いする、結構ですね、はい、もうなんかサンタさんには何でもお願いしていいっていう前提で言うと、うん、車だなって思います、まあ、そこまで行くと私土地が欲しいです、ね、土地、また生々しいですね、どうやって持ってくる、はい、紙一枚で済みますからね、そうですね、そうです、そうです、でもね、はい、小学校とかから土地欲しいとか車欲しいって言ったらすごい怖い、まあ、確かに土地はないでしょうね、大人だから言えるサンタさんへのお願いみたいな、まあ、私自分が産んだ子がそんなこと言い始めたらちょっともう車ってとりあえずトミカあげて、かわいいかわいい、土地って言われたらとりあえずシルバリアファミリー十分高い子供にしては、確かに、はい、確かに、やっぱゴルフとかね、そうなんですよ、今はじゃあもうレンシェアカーとか、今はあのタイムズカーシェアで、うん、結構便利なんですよね、ですよね、乗り捨てみたいな、携帯で予約してそのまま家の近くから運転してってってなるんですけど、うんうん、でもなんか逆に土日とかこれからのシーズンとか、うん、なんかまあね、ゴルフ忙しいシーズン、うん、人気のシーズンとかだと、うん、逆に近くのとこに乗り捨ててなかったら困りそう、うん、そんなことないんですか、まあ、近くが埋まってると結構不便で、じゃあそこまでタクシーで行ったりとか結局大変なんですよね、うん、まあ、でも東京だとね、ほんと駐車するだけでもお金高いから、うん、高いよね、まあ、車をタンタさんからもらったとしてもまあランニングコストがちょっとかかりすぎるかなっていう、ちょっと駐車場も欲しいね、そう、駐車セットですね、それもいいですね、うん、駐車場もつけてください、お願いします、タンタさんにお願いするっていう意味では、そうですね、確かにすごい全く夢のない、ちょっとね、あ、でもマットレスはね、そうです、マットレス
レスの方がなんか URL 載せれるから、ね、もしかしたら明日もらえるぐらいの勢いですよ ね、はい、車の URL 来たら逆に ね、 ねちょっともうブロックしたくなり怖い車の種類にもよりますけどね確かに、はい、まあねゴルフバッグが乗れば私は、はい、へえ。でも K でも乗るんですか。 K でも乗るとでもちょっと私茨城出身なんで、はい、車昔やっぱ乗ってたんですよ大学生の時とか、はい、だから K じゃない方がいいなとは思いますね。やっぱぶつけた時のこととか危ないかなとか。いや今のところ大丈夫だと思うんですけどね。すごいゴールドゴールドです。はい、結構乗ってるのにゴールドってすごいですよね。じゃあ本当にうまいね。自分がゴールドってよく言うじゃない。それはもうはい多いですよね、うんうんうん、はい、乗ってるのにゴールドって、うん、今のところすごい、はい、ですね。そうなんですよ。ちょっと人乗せてるときは結構緊張するんだよ。でも夜勤明けとかに行ってるじゃないですか夜勤明けに、あ、すごいですね。最近はやめてますね。そういうので事故らないっていう居眠りは全くないってことですよね。居眠りはないです。でも危ないんでもう、はい、音楽すごいかけたり、はい、あと食べてるとなんか眠くないじゃないですか。逆になりませんか。それ眠くなるでしょ。だからずっと口動かしてれば眠くならないから、はい、ガムとか。そうガムとか、まだおせんべいとか。おせんべい、いや結構がっつり食べてる。運転するんですか。あ、運転しますよ。僕もそれこそカーシェアで東京では。はい、そうですね。地元は関西なんです。関西ではまあ車を乗ってるんですけども、うん、はい、こっちではカーシェアで乗りますね。結論カーシェアの方がいいんですかね。確かに結果乗りやすいです、はい、私も免許さえ持ってなくて。そうなの。そうなんですね。アメリカでなんかバギーってやつ運転できるから免許でこれバイクですよね。やってみたんですけど、でもあれ一応試験があって、こうなんかなんであのポールみたいな三角形の あれを S 字でずっとやるとか、最初あれを一応できた人たちだけ運転できるんですけど、私全部飛ばして見事に。え、飛ばしてまっすぐしか行けない。 S 字でポールにぶつかっていったんですか。合格できなくてボーリングのストライクのように全部飛ばし、はい、そして森に追突して、あのもう君は無理って言われて、まあでしょうね。あブレーキも踏めなかったですね。お断り取れました、はい、逆にそれ怪我なかったんですか。でも全然楽しんでました。危ない、楽しんで森に突っ込んでいったんですか。危ないドライバーとか言って、はい、急発進しかできなくて、あ、もうブイーンって言っちゃったんですね、うん、で笑顔で森にコーン 2,3 個ぐらい超えて、すごくないですか。早めに止まってほしかった。ちょっとだからやっぱ免許取るのやめとこうと、はい、うん、そうですね。多分受かんないかもしれない、ね、私が運転するそれがいいですね。めっちゃ安全、はい、じゃあ僕カーシェア準備します。ありがとうございます、はい、ねー、そうですね。ってことでもうね、はい、あっという間に、ね、え、2人ともラジオ初めてですか。初めてですね。初めてです。はい、でも全然スムーズ喋れる。嬉しい。もうテーマがいい質問いただいたんで。いやいや、そうですよね、うん、はい、ちなみに、はい、なんか宣伝したいこととか、ね、ジムですよね。あ、そうですね、うん、最近新しい、店舗ができて、うんうん、乃木坂が、まあ、一応六本木店になるんですけど、うん、エラントライブっていうのを検索していただければ、まあ、インスタグラムもしくは普通にホームページの方で検索していただければ出ますの でそこに出たら、まあ、店舗選んで春っていう名前があるので、そこをタッチして予約してください。じゃあ僕に会えますお願いしますお願いします。あきちゃんとかは、あ、でもそうですね、私も今看護師として働いてるんですけれども、うん、自分で何かあった時のことを考えていただく機会があるといいなっていう思いで、うん、自分であのシェア&コネクトっていう会社を立ち上げました。ですごい、まあ、最近法人化、はい、ね、で今みんなのナースステーションって言って、本当に医療介護福祉の何でも質問をこう集められるような情報のプラットフォームを作りたくって、うん、みんなのナースステーションっていうウェブページを今作っております。で12月中旬ぐらいにはオープンできるかなと思いますので、ぜひみんなのナースステーションで検索していただいて、もう本当に些細な質問でもいいので、はい、何でも全部無料ですので、あ、私も質問します、はい、ぜひ持ってくる人いますかとかね、はいはい、何でもLINE 登録LINE の公式アカウントを作りましたので、そちらに登録していただければ、はい、いつでもあの LINE していただければと思います。よろしくお願いします。素敵なサービス、ありがとうございます。応援してます。でも、はいね、もうすぐになっちゃったんですけど、はい、なんて前なんだろう、はい、ね、2人ともすごい。え、はるくんも独立とかはしたんですか。え、それはちょっとどうなんですかね。ちょっとこれオーナーも聞いてるかもしれないんで、はい、あれなんですけど、あ、でもまあでも独立っていうのはでも考えてますよね。はい、できる時があればいいですね、うんうんうん、はい、まあ来年ぐらい、いや早いかね、オーナー聞いてる、オーナー聞いてるんで、多分これあの聞くねってはるくんって言ってたんでオーナーあと 2,3 年は、はい、お世話になります。オーナーよろしくお願いします以上でね、はい、こんな美男美女のお二人来たんで、ぜひね外でも写真とか撮りたい方撮ってください。
はい、じゃあこの番組ももう以上となりまして、次最後エンディングテーマソングはジパングさんの下克上でお願いします。どうぞ。